フランツ・ボルケナウは、オーストリア出身の社会学者、ジャーナリスト。フランクフルト学派の一人で、全体主義理論の先駆者の一人。オーストリアのウィーン生まれ。父は、公務員だった。ライプツヒ大学の学生として、マルクス主義と精神分析に大きな関心を寄せた。1921年に、ドイツ共産党に加わり、コミンテルンのエージェントとして活動。 1924年に大学卒業後はベルリンに移った。1929年、スターリニズムに反発し、コミンテルンを辞めた。フランクフルト大学の社会問題研究所の研究員となり、カール・グリュンベルクに支持した。主な関心は、資本主義とイデオロギーの関係だった。1933年に、ナチスによるユダヤ人への圧迫により、ドイツから亡命し、 ウィーン、パリ、パナマに移った。1936年、スペイン内戦に参加し、1937年、スペインの戦場を発表。著書、全体主義という敵で、ファシズムと共産主義の実質的な同一性を記し、ロシアは、赤いファシズム、ナチスドイツは、褐色のボルシェビズムと呼んだ。第二次世界大戦後はドイツに戻り、マールブルク大学で、 歴史学の教授を1年間務めた後、ドイツの他パリローマチューリッヒでフリージャーナリストとして活動した。チューリッヒで没した。ボルケナウの主張でナチス大統紀の1931年に執筆された。1934年にパリで観光。封建社会の支配的イデオロギーとして中世哲学を挙げ、ルネサンス、宗教改革を経て、 市民社会のイデオロギーが生まれるまでを論じている。17世紀初めに、機械論が勝利を収めるとして、ルネ・デカルト、ピエール・ガス・サンディ、トマス・ホップ・ウズ、ブレイズ・パスカルまでを取り上げている。日本では1935年に前半部分の翻訳書が出版され、1938年3月、ホップズの章の部分訳が、唯物論研究に掲載された。 丸山正や奈良本達也らに多大な影響を与えた。ありがとうございます。